お待たせどうもトランジット原残ですそしてトランジット新ですよろしくお願いいたしますさあ始まりました「トランジットのどこでもラウンジ」あの沖縄がそれしちゃダメやねんついに県にはい県に来ましたか県に切れさせていただきます大丈夫なかなか厳しいんじゃすよ全国の人これ聞いてんだから大前提としてこれは僕の友人の話ですあはいなるほど切れ大根もやってるんでえい いいいやいやいやもういいって先週の引っ張るなよお前えさっきねさっき、ね、さっきって言うなさっきね俺毎回言ってるよなこれさっきって言うなってさっきね日本撮りやから日本か日本撮りとかを悟らせないようにするの芸能人ブルナ芸能人ブルナじゃないさっき収録したからいやいや分かってるってそんなこと芸能人ブルナすごいいい感じしてるんやこれはまず友人が体験したキレイエピソード、うん、And 僕は大前提として沖縄大好きです、うん、もちろん行ったことはありません じゃあ大好きとかあんまりまあまあいいんですけいもスキーだっってこれまず南国好き海好き山好きなのにいやだから行く機会がないから狙ってるんですよ別にだから行きたいからすごく沖縄に行った友人の話をよく聞くんです自分が行った時にはこうしようっていうのですごく楽しみにしてるんですけどそんな中沖縄といえば何ですか海 そう、亀ですよね。だからそのちょっと待ってください。亀がついていけない。いいないです。な、な、何が沖縄といえば海、海亀ですよね。亀ですよねって。変すぎんやりとりが。海二人で足して海亀やんか。 ん海とカメでウミガメの話を今からするのよウミガメを見たいっていうことそうウミガメを見る、あのー、あれあるじゃないですかツアーみたいな<ー>でそれって一人、まあ、高ければ1万とか、うん、でまあ何千円で行けるとこもあるんですけどそういうのって、あのー、向こうのツアー会社が組んでくれて、うん、当日この港に何時、うん でこの船に乗って行って、うん、でしかも23人5人であのみんなで潜って、うんでまあ、そういうこのレクチャーも受けながら楽しむっていうやつだったんですけどその日がね曇りだったと、うん、でキャンセルが出てたらしいんです他かのお一緒に行くお客さんの中に、うん、でそれは後から知ったらしいんですその友人は、うん、で行ったら誰もいないって港に、うん、その会社も、うん、で「おらっと時間になっても来ない」で「沖縄タイムか」とか言ってまあまああるよね いわゆるちょっとこう遅刻してくるみたいなね 2>, 2時間待ったってえー、誰も来ないちょっと待てとさすがにヤバいと思って電話したら出ない電話に<え>で結果的にそっからえー、3日4日音信不通やったまじ<ジ>全く電話に出ない飛んだんや飛んだウミガメ会社が、うん、飛んでツアー会社がハッてなって、えー、4日後5日後あの会社本体に電話したら「うん、すいませんでした」みたいな キャンセ相次いでみたいなんかその流れでもうみたいな言い訳そうがましくきてで結局返金はあったと全部はいお金は返金されたふざけんなよせっかくの沖縄でさ怒りたくない時にでその人たちがどうしてもカメが見たいとでももう確定でカメが見れるところじゃなくてまあ500円で潜れるところがあるらしいまあ砂浜付近をはい500円で潜ったら5分で見れたらしい 今まで1万円かけて潜ろうとしてたら500円で5分で見れたらしい沖縄好きって言ってましたそいつよかったねやばくない結果でも返金されてよかったねそう返金されて1万のやつを2か月前から予約して ばれれてて円でで分見すごいねすごくないこれキャンセルが相次いでってことはもうないと思ったってこといやキャンセルなってましたと思ってみたいな言い訳をされたらしいそんなわけないしてないんだから意味が分からんねだって何人でもやらないといけないんだからツアーなんだからふざけんなよっていうだって違約金は発生してるわけでそのキャンセルしたお客さんにはもうないと思ってたんだそうでも全額返金はあったけども時間がもうパーですわ最悪やねそうまあでも後ほど5分で見れたんで取り返しはしたんですけど多分 見れただって船で行っとったら結構時間はかかってるはずやもんねほんとそうそうでパッて潜ってパッて上がってきてたしきれしかもなんなら船で行くより見れたんじゃ見れたと思うよ浅瀬やし危なくもなかったっつちょっと潜ったらおったっつでっかい綺麗なのが喜んでましたよかったねそうだからいいことが起きたんじゃないそれでやっぱそうそうだけどやっぱ海亀はこう運んでくれたとうわでもほんとなんか沖縄がそれやっちゃダメよ観光のプロなんだから そう,そうですよまあ沖縄かってかその会社だけですけどいやでもいわゆるなんかその沖縄タイムみたいなのも普通の旅行客からしたら困るよ、うん、いや困る困る困るあれってさってもう無理でもんそ理解しようとしてもやっぱ無理だもん、うん、あれはねまあそうだから本当にあるらしいもんね4時集合やったら2時集合って言っとくとかそうでそういう時に2時来るらしい <laughs> でだから怒られるらしい2時間また待ったとって <laughs> どうしたらいいがんガンジガラメやもう無理やんそういう無理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 ,無理 <laughs> 皆ささん気をつけてくださいウミガメ会社500円で5分で見れるところもありますんでんか、はい、今から行くよってリスナーの皆さんぜひ全部のツアー会社が悪いって言ってるわけじゃないけど、ね、ですごくごく <laughs> ちょっと桑田ペスケさんからねあの怒りのメールがまた届いてます左下からはい、えー 聞かれるギタリスト、はい、クワスケです。うん、今日も短め怒りのメロディーを聞いてください。それが長いもんねまず <laughs> そ。それいらないもん。いらないとか言うそ,それそれなしやったらもっとギュッといける。パターンやらしてあげようや。ギュッといけるから。そ,その一、自動販売機で千円を入れてジュースを買ったら百円玉十、うん、円玉で大量のお釣りが返ってきた。うん、えー、その二、自販機でお茶を押したのになぜか水が出てきた。うん その3スロットタイプの当たり付きの自販機、うん、何本買っても全く数字が揃わない、うん、その4それでも頑張って買っていたらついに当たったでも当たった数字が4444 44、うん、逆に縁起が悪い感じ、うん、以上4点どうですかなるほどできた話で <laughs> お前作ったみたいにない。すよ <laughs> ほんとよ1個の自販機でそんなできるわけなくないエピソードほんと,ほんとまあでも僕も言う側ですからそれは信じますよそれは皆さんのこと全部全部自販機エピ でもその中で一番嫌なのまあまあでもよくあるじゃないですか小銭、うん、あと違うものが出てくるいやめっちゃ嫌よねそうそう嫌ではあるけどだからやっぱその俺がやっぱ言いたいのはやっぱ死の数字ですよねあ四4 4 4 4四それ以外はまあ,あるあるです要するにままあまあ、まあ、言ってみれば当たらないとかはそういう時もありますようそうただゾロ目で4444999やっぱ怖いもんねうーんななんでその設定にしちゃうんだろう9999も怖いの いや、コードで苦しむんだから、四と九がないから。あ、くる。あ。ないですよ。四と九は。あ、救急、救急、あんま意識したことないわ、ね。ばあの病室もないですし、マンションの板番もないところもありますよ。あ、そうね。そう。 四は確かに怖いね。怖いよね。でもさ、四四四四って怖いって言ってるけどさ、その当たってたら別に良くないって俺は思うんだけど。いや、お前の方がなんでそんな、その態度。いや、そのなんか、いや、なんかこれに関してはね、これに関しては四。散々外した結果って書いてある。それで四四四四。そうそうそう。ていうことね。うん。まあまあまあ、そうか。でも結果得はしてるから。得してないよ、負けてんだろ、ほら。たくさん払ってんだから。負けてるやん、勝負に。それでも頑張って買っていたらって、何。え、何してんの、自販機。 統計撮ってるの何回やったらフォ航空音声よスタンプたまってもらえるんだからそ,<う>そんなにやりたいったらめっちゃ時間あるやんペースケさん <laughs> えっ何の時それ桑田ペースケさんって何者なんで時間あるのそんなにマジでバンドマン説あるこれ確かに <laughs> マジで確かにありがとうございますということで本編スタートです KOR トランジットのどこでもラウンジ KOR! ラランンジジットのどこでもラウンジ改めましておはようございますこんにちはこんばんは今日もよろしくお願いいたしますということで今日もメールが届いておりますね車はおうちさんからいただきましたありがとうございますえー、唐突ですが私職場の先輩に対して言いたいことがありますえー、何聞いてください、えー、先月のことです職場の廊下を歩いてましたふと目線の先黒くて大きいものがあったのでゴミかと思って近づいたところそれはカニでした その時は混乱して何も考えないようにしカニが歩いてたことなんて忘れていつものように過ごしていました、うん、先日私の立ってたちょうど真下くらいに黒くて大きいものが落ちていました、うん、え何これと思い近くで見てみるとそれはまたカニでした、うん、今回ばかりは見て見ぬふりはできず先輩に駆け寄ったところ「サワガニさんやね毎年来るよ」って。 何事もなく受け入れていました、うん、どう考えてもおかしい私の頭は混乱です不思議でたまりません先輩仕事場にカニさんが歩いてるなんて普通じゃないよな声を台にして伝えたい、はい、職場に対する一言聞いていただきありがとうございましたありがとうございました 終わらせようとすんなよ <laughs> お前 <laughs> なんとか膨らませようとせえよいやいやサワ沢ニさんだった答え分かって沢ニさんです沢、ね、ニさんが職場に歩いてるなんておかしい俺もそっち派だよおかしくないよいるよ沢ニぐらいい,いないよお前いるって職場に沢ニなんて余裕でいる見たことあるか職場で沢ニサタテレビスタジオにいたからね <laughs> くるく <laughs> る,か、ね、来る,来るえっカニなんて俺だって学校の校舎にもいたことあるしいやまあまあまあねだってこの前何やったっけ僕どっかで中継行った時に、うん、あのごはん屋さんのねあの玄関入ろうとしたらもうサワガニだらけで本当にあ,あそう全然いますよカニはだってゴキブリよりよくないまあーよりはねカニカニえっ甲アレルギー的なこと <laughs> 分からんけど <laughs> そういうこといや俺はでも俺も普通じゃないと思います車大内さん大丈夫 大丈夫いな何か当たり前のようにおるみたいな感じ今言われてるけどでも逆に上司に何て言ってほしかったのか分かんないそれはまあそう言った時にねうわ珍しいってやっぱ一緒に驚いてほしかったかとかその場で退治してほしかったってことそうじゃないええそのんかカニさん「あっ沢谷さんやね」と「カニはいるでしょこの世にいやカニはおるらない。職場にカニはやっぱびっくりだよ そうなん「どうするこれ」でよくよく聞いたらさあの働いてるとこ市場とかやったらどうするもうおるやんそれはっていうだって職場聞いてないじゃん海とか川とかあったら近くやったらその川の近くとかやったら俺もさすがに納得できるそれはおるやろとは思うこれビルの15階の話じゃないですからねこれ。 ビルの15階ビルの出てきでサワガ上出てきたら沢ニさんやねやったら確かに怒ります俺も確かにおかしいよう登ってきてるそうそうエレベーターとか乗ったんかなってどう伝ってっていうのがやっぱ気になりますけどもまあ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 これだって詳細がないですからまあ確かにワ沢ニさんですいませんじゃあそれでちょっと沢谷さんはいる勝てませんでした論破されましたなんかいるとか言われてなん沢谷さんさあじゃあ続いてええきよちゃん さんからいただきましたね長崎え、違うよ清さんじゃない清さんなわけない長崎できよちゃんぽんさんじゃない,ない、えー、60代の母が定年した父に困ってる話の第2弾スーパーについてきてくるお父さんみたいなおそろの服とかねそう話がありましたけど父は定年後は母といろんなところに出かけたり昔一緒に見た映画を家で見ながら過ごそうとか考えて楽しみにしていたのですが母の方は最近の父がずっといる生活に戸惑っているようですおう 父が母さん、母さんと後ろを子供のようについて回っている姿が娘からしたら面白かったのですが母にもうやめてとブチギレられてしまいました、うん、え先日のことです母が自転車で買い物に行ったきり4時間くらい戻らなかったことがありました父から私に電話があり母さんが携帯も置いて帰ってこないスーパーにもいなかったと焦りまくり結果は近所の人と、えー、お茶しながらおしゃべりしていただけでした。<laughs> 母のこと好きすぎる父の新しい趣味を教えてくれませんか考えてくれませんかとゴルフ <laughs> いやーハードル高いんじゃないなんでよなかなか始めないでしょじゃあパークゴルフ<パー> <laughs> あレンタルできるからレンタルできるし、うん、芝生だしすぐ終わるし、うん、まあねグランドゴルフはなんかあれがあるよ集まりがたくさん,うん、うん、パークゴルフうん、うん、いいんじゃないいやここであのー、多分ねなんて言うかな この読書とかお絵描きとか、うん、そのちょっとねじっとするのはよくないと思う、うん、外に出るべきやと思う俺は動くってことねまあお絵描きでも自然を描きに行くのはいいけど家にいたら結局奥さんいるから一回、うん、出ないと外にお父さんまあそうねそう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 っうそ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 60代そう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  っってなたらゴルフはやっぱ障害スポーツ人生通じてできますします、ね、こっからフルマラソンに挑戦する人だっているんですよだって確かにねやっぱ運動系がいいっすよどうせ趣味にするならまあもしくは釣りとかああ釣りね釣りとかいいんじゃない釣りとかだってほら一番時間使えるじゃんいや釣りいいけどさ竿だけ置いとけば釣れる時もあるやん <laughs> ってなったらまたお母さん探しに行けるでしょ <laughs> ゴルフ中は探し行けないから <laughs> おさそのかくまうわけじゃないから探し行くじゃんお父さんをそ閉じ込めたいわけじゃないんだよ別に万が一そのお母さんをこっちがね このどっかにまあ監禁したとして探し始めるでしょ釣りしながらゴルフ中やったら探せないからお前この心配性のお父さんやったらお前ゴルフの OB 打った時にお前めっちゃボール探すぜ <laughs> めっちゃボール探してる全然帰ってこんぜで<分>その探しを途中でお母さんいないことに気づいて探違うところ探し始める <laughs> お,母お母さんをゴルフ場で探したボールより自分が OB ゾーンに行って <laughs> アホすぎアホすぎるやろ、まあ、まあでもドライブバイクはさすがにきついかうーん バイクはちょっとねまだいるけどねなんかこう孫と乗りたいとかいう人もいるけど最近はだってもういろんな趣味増えてますからいやそうそうそうまあでもそうねキャンプとかやっぱゴルフ釣りじゃないやっぱでもってなってくるか相場で言うとじゃないもうホんトこれは出してるかもしれんけどねいやいやゴルフはだからなかなかハードル高いでしょだってまあそういハードル高いパークゴルフはやっぱ技術いらないからパークゴルフかパークゴルフがいいって言ってそうパークゴルフがいいよ外に出ようもう パークゴルフ、うん、家いたらもうすぐ探すから本当に本当にそれかもう思い切ってお母さんの運転手をやるとか <laughs> それを趣味と呼んでいやもうそれも嫌なんじゃないお母さんからしたらそろうステージを運転してもらうのもさとにかくもう家に帰ってこない何かを見つけた方がいい趣味を <laughs> かわいそう全国のスタンプラリー回るとかね <laughs> いろんな種類のあ神社あれは神社仏閣巡りいやしたらまた悟り開いて戻ってくるから <laughs> ダメ そういえばあいつがいないめっちゃ祈るお母さんと一緒にいれますようにって祈るかも落ち着かせたらダメなの動かしとかないとお前何やと思ってよきよちゃんのお父さん今までのエピソードがヤバすぎるだろだって可愛い可愛いけどねまあね素敵ですけどね本当にねそこまでその年になってもお母様のことが好きっていうのはらしいことでしいよねやっぱりねありがとうございますありがとうございますキングオブ・レディオトランジットのどこでもラウンジ えー、いきます。ハレルヤーチャンスチャンチャン久々にやってまいりました。ハレルヤーチャンスャン明日、晴れるかなといや。 じゃあじゃあじゃ戻ること説明せえよお前 <laughs> 誰が明日晴れるかなとかやろそんなんしたことない明日晴れるかなとかは歌詞にあるだけでお前、えー、皆さんのねちょっと戻りたい過去を募集してるコーナーでございますで、はい。今日も届いております最近ねショート晴れるや送ってくださってるどんちゃいさんからす。届きました「洗濯物を干そうと庭に出たら自分の足にけつまずいて転んだ」 洗濯物が地べたで泥だらけ、洗い直し、大人なのにまた泣きそうになった最悪やどんちゃいさんってあれこぼした人あのー、<名>チキンラーメンかなんかねえ、てかてあ、自分の足につまずくってどういうこと自分の足交差したってことだけどなんか切ってこうひねっちゃったんじゃない嘘だろでそ,のそのままこういっちゃったんだねどんちゃいさんどんちゃい、どんくさいねどん,さいどんちゃいどんくさいのどんか、どんちゃいは いやどうやろどんぐりのどん,、うん？どんぐりのどんじゃないやろ。何やろうね。ここで感じたんそのどんぐりのどん。小西のどんかもしれんし。どんぐりし、どん小西のどんだけ取らんやろ <laughs> どんチャイさんかもしれんだってどんチャイいや。どんファンみたいな。いやそれやったら。俺らがどんチャイって呼んでるだけでどん<や>小西的な。わかりやすい。ハットかぶってる可能性あるよだって。名字してほしい。ハットおしゃれで。 ハットメガネかもしれんおしゃれハットメガネおじさんかもしれんイメージはあるけどね洗い直しこれが一番俺も洗濯が本当にあなたでも洗濯嫌いじゃない人やもんね洗濯まだ干すのが嫌いだったんであのあ干すのまあ洗濯はボー嫌いじゃない綺麗になることが嫌いじゃないですね目に見えてうん俺本当やばいよね俺も本当回せたら俺1日8回とか回したの回すだけ回したい回せるだけえ見たいってこといや違うきになって帰ってくるあいつらを見たい その汚い状態で置いときたくないずっとあいつらって何なの分からんかえっと服分かるわ服です、ね、分かってる呼び,呼び方に関して言ってるの俺の服のこと言って呼び方に関してもでも,もう洗濯物とかがもう洗い直しとかが俺一番嫌かも俺も。 洗い直しとかって言っても自分でゴシゴシやるわけじゃないじゃんだって土とかついたら下洗いはするけどもちょっとさもったいないなとかもやっぱ思わんまあでも自分が悪いからね厳しい自分がこけてるんやから厳しくないな自分こけなんやからそれは人こけじゃないでしょ足っかけられたらそれはそいつが悪いけどあんね最近のね人はね矢印を外に向けすぎ理由の矢印を一旦自分に向けないと。 いや大丈夫お前その特大ブーメランの可能性あるよいや特大ブーメランよ人生全部自分で返ってきてんだからえ人生特大ブーメランそうそうそう何その名言いや人生特大ブーメランだって自分を律しながら生きてるからそれはああなるほどそうですそうですそうですあそれもしょうがないんだしょうがないだからその怒りとかも振り返ったら全部自分が悪いかみたいな瞬間もあるってことだねだって何も言えなくなるそうしたらだってなるほどそうですただドンジャイさん戻りたいと過去を悔やんでるわけですがそれは戻しますよあ戻してあげるはい行こうかじゃあはい ハレルヤーチャンスあのもうそのコインランドリー行ったらどうですか <laughs> いやいやお前 <laughs> <laughs> つまずくんだらコインランドリーまあコインランドリーでつまずいてもまあギリーセーフかもう一回つまずく可能性あるもん俺だって地べたで泥地べだからベランダはね砂砂溜まってる時あるやんあ<ー>ボコってる時ベランダってことこれ、うん、てか下手したらその洗ってさコインランドリー乾燥かけに行ってた時いやそれない家の中でしょだってベランダにって書いてなかった地べたって地べたで泥だらけとて。地べただからやっぱベランダの話でしょあかあ なるほど一軒家だったら庭の可能性もあるか庭かそれもあるもん庭やうん<ー>庭うわやだね最悪だねやだね<ー>落ちてる時とかも嫌だもんねあれだって風ででも落ちてるタイミングによるね乾ききって落ちてる場合はいいけど<ー>その濡れたタイミングで落ちてたらもうそれはもうはうどんドンマイ すみませんいや分かってるよドンチャイさんどんでドンイにかけてドンマイさんドンさんないんでドンマイって言うたんやドンマイさんなんでドンチャイさんああドンチャイさんドンチャイさんかおかしい俺までおかしくなるよさあもう一個ある男から届くうわちょっと何いいラジオネームやなやばいです何現在1週間以上実家に里帰りしてます昨日気づいたのですが一人暮らしの 自宅の窓を全開にしたまま出かけてしまいました。雨も降りました。ベランダには鳥や猫がやってきます。もう遅いかもしれません。あと3日は実家にいなくてはならない予定があります。出かける前に戻りたい。だからもう一回吹っ切れよ。<laughs> 一回吹っ切れてこれいいな。あのえどういうとこ住んでるのってさ、伊藤津の森っていうそれも <laughs> 動物園ですか。伊藤津の森公園。うわそれグロいな。<laughs> いやだねわ分かるけど俺もねやっちゃうのは分かるんやけどねすごい黒いなせめて網戸とかにしようよまあ窓全開まあ網戸はしてるかもあでもしてないのかこの感じしてたら入ってこない鳥や猫が猫がだから何往復かしてる可能性はあるよねでも猫って意外と綺麗好きやから家の中でうんちとか多分しないいやそういうとこじゃないのよもうそのノラの時点でちょっと言いたくはないけどまあいろいろあるでしょうよそりゃえまあでもその親から言われましたノラに触りなさんだって いいろろろあるやろだって <laughs> まあ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 そ,うでしょそこはしょうがないか,、うん、かソファーとかもガって行かれてる可能性あるからね猫やもう全部綿とかも出てうん <laughs> でガガガってされてでも本当に悲惨ない,いや俺でもね正直にど動物がいもやっぱね虫が嫌ああわかるねえあり得るよね虫あれやだよねてかあれのせいで窓開けたくないもんね俺ああそう、ね、その虫のせいで窓開けんようにしてるもんてかやっぱドアとか開けてたらそっからゴキブリ入るらしいけどねいやそうらしいマジで嫌だもん 俺もこの間玄関開けた瞬間にさ上のゴキブリがこう中に入ってきてたっ,てったも最悪,も最悪もあれマジ最悪やったでもその対処できたからまだいい,い,いけどね、うん、いたからねその見れたそう、うん、見れたから、うん、危なかったこれだからそのある男さんには申し訳ないですけどもすいません帰ったらもう隅々にゴキブリいると思ってくださいうわこれはもうしょうがないもんお前そんな現実突きつける いや現実だからあの、ね、矢印をねまず自分に向けないとそれやめろよ人に向けていとそ,そ,それ言ったら終わりなんやろ特大ブーメラン特大ブーメランなんやろ、はい、そやめ言わんどってあげりいやただその,そ,そ,のその閉めるじゃんだって俺えだなんでしないの俺家出る時絶対にまずいしないの全窓全電気全ガスの元チェックだからその自分が蹴るってことを気づいた方がいいそれは蹴る<う> 漢字で難しいやつ <laughs> 感じで難しいやつか珍しいやついやいや,いや俺はケウじゃないこれぐらいした方がいいよじゃあケウじゃなくそう,うあなたをできないのよそのできる人とできない人間っているの俺はできない <laughs> やろうとしてないからね <laughs> そのやろうとすればいいだけの話なんですよや,やっちゃうのやっちゃうのじゃだって人間が進化してきた過程でそのやりたいんだけどねって言ってたら人間はここまで進化してないはずやりたいことを実行してきたからこそこんなに発達してる人間は西澤さんできますかほらしょうもない人間だ <laughs> そ <れで S 1> <laughs> お前せめて俺に言えやせめてお前んでゅうさんに言お前と同族だろだって素晴らしいほらお前は締めないじゃん網戸閉めるわある男さんだけが締めないの何してんだよある男さん網戸ないんじゃない網戸ないとかないやろある男は網戸がある男さんごめんちょっと結果だけ聞かせてほしいでもそれそうなってたからねでも何もないでもいい全然それもらなくていい話はそうや何もなかったですでもまだ 隅々は見れてません。思ったより大丈夫でしたみたいな。のがあるでも、まあ、戻してあげるからね。お男さん頑張って、これきついね。なんか実家におるのに、そわそわしとるの嫌やね。いや、そうね。どんまい、どんまい。あ、ごめどんちゃい。どんちゃい、どんちゃいは間違ってんのよ。どんまいって言わない。どんちゃい。どんちゃいに、どんまいって言うのはいいけどね。うわ、苦しでも戻してやるか。晴れるや、チャンス。あ。どう、すみません。 沢ガニさんもおるかも。え、職場一緒？いや職場じゃない。沢実家近いまあお家。沢ガニ入ってきてる。ちょっと嬉しいか。した沢ガニさんだねそれセットじゃないけどな別に。ありがとうございました。エンディングです。ありがとうございます。ハレルヤチャンスもいい感じですね。ありがとうございます本当に。今後もたくさん送ってください。よろしくお願いします。メールアドレスは KOR アットマーク RKBR ドット JP。 KOR mark rkbr.jp でございますたくさんお待ちしております。ということでまた来週お会いしましょう。さよなら。運が良ければウミガメが入ってきてる可能性あるね。<laughs> ないだろ。